結局、単なる幻想、お好む意向とは、その、劣等は排除すべき、その理想への、傾倒ではある。支払えない。じゃあ体で。ともかく相手を、殺す、ことがその時可能。麻雀を競技的なものだと見た場合、負ける奴は劣等である。それが排除される様は、間違いだろうか？しかし。ともかく単なる幻想でそれが続いたら、やがては一人だ。単に麻雀を続けているだけで暮らせる世界はあるはずだ。なんとなく、夢はまだ見る。昔、昭和の頃は、それを一時的に実現していた頃がある。多分、だ。昭和天皇が供給してくれたから。宅にいる中で、かも、にできる奴がいて。それがなぜか金を持っていた、負けても参加し続けてくれた人。その場の人々はすっかり、そういうものだ、そう思っていたが。その人がいなくなり、世界は崩壊し始めた。